おはようございます、どうもヤスオです。ボールメンやっていきます。本日はですね、こちらメサプライムアクセスが12月19日に発売開始と、これは PS4 表記だから19日になっているんですが、 PC の方だったら18日かな。でそれに合わせて現在発売されているクローマプライムアクセスが発売終了ということで、いつも通りの動画ですね、プライムアクセスが出る頃ぐらいには毎回やらせていただいている、まあ、この企画なんですが、スイッチの方で配信されてから初めてのプライムアクセスですか。なので今回ね、概要もちょっと説明していきたいなと思います。プライムアクセスっていうのはですね、まあ課金要素ですね。ただ普通に課金するよりも圧倒的に安く済むといった感じの内容なんですが、これね3ヶ月に1回新しいプライムアクセスっていうのがね切り替わるんですよね。現在ねクローマプライムっていうのが配信されてるんですが、そちらがまあメサプライムに置き換わるよということで、まあ期間限定でそういうのが買えるよといった感じのものだと思ってください。でね、プライムアクセスにもスイッチと PS4 と Xbox だけかな、 PC の方は4つのパターンがあるんですが、購入方法あるんですが、 CS 版の方は2つのパックから購入することができるんですが、まずはですね、まあ今回のメインとなる、メサプライムアクセスの内容ですね。まあこちらはですね、普通にゲーム内でも入手することはできるんですよ。レリックっていうものを掘って、回収することができるんですが、まあメサは皆さん待ち望んでいたんじゃないのかなというところですかね。本当に入手難易度もかなり高いフレームですし、まあかなりねガンマンということで、まあ人気なフレームの一つですよね。強いですし、しかもね、今回ついてくる AK ジャガラと、そしてリディーマーという武器なんですが、まあ、リディーマーの方はちょっと特殊効果がついていたらめちゃくちゃ化けるんじゃないのかなっていうところで、で AK ジャガラはもう完全に強くなるんじゃないのかなというところなんですよね。公式の配信の時に若干ね、乗っていたんですよね。クリティカル関係が良くなっていた。現状の、AK ジャガラの方はですね、クリティカル関係ちょっと弱いんですよね。これがクリティカル関係伸びるっていうのはだいぶでかいところなのかなというところですかね。あとね、発射速度も若干遅くなってたかな。はい、ここも気になるかな。この武器ってすごいハンドキャノンっぽい武器なんだけど、実はね発射速度が速すぎてバーストカテゴリーの武器なんですよね。ここが発射速度遅くなるっていうことはどういうことになるかっていうのはちょっといまいちピンとこないんですが、発射速度を遅くするっていうことは基礎ダメージ上げてくるんじゃないのかなっていうところなんですよね。だっておかしいじゃないですか。まあクリティカル上がるから、まあ火力面としてはいいんだけれども、でもね、AK ジャガラって切断軸の武器なんですよね。やっぱり切断軸の武器は基礎ダメージも大事ですし、あとクリティカル関係も大事な武器なので、今よりもだいぶ強くなる武器になってくるんじゃないのかな。あ、でもステータスのところで貫通距離がついてたんだよね。単純に貫通距離つけるんだったらすごく嬉しいんだけど、もしかしたら DPS を上げるっていうよりかは使い勝手を良くする方向のプライム化にしたのかな。それだったらちょっと微妙かもしれないですね。ガンブレードのリディーマーに関しては本当に特殊効果次第かなっていうところなんです。もう近接に関してはね、最終的に行くところまで行くともう命令 3.0 次第なんだよね。早いこと本当に来てほしいんですけれども、ちょっと年内には厳しいみたいでね、ちょっとどうなるかわからないんですが、リディーマーは特殊効果次第ですかね。この特殊効果でね、なんかガンブレードで敵を倒したら、なんかバリスティカみたいくさ、なんかスペクター呼び出すとかだったら、また面白い性能になってくるんじゃないのかなと。まあ、それはやってこないと思うけどね。で、次のパックの内容なんですけれども、アクセサリーパックですね。こちらはですね、ゲーム内で、自力入手することはできませんね。まあ、アクセサリーって言われているから、まあ、見た目のスキンなんですけれども、これはもう本当に限定品となっております。なのでね、プライムアクセスが、まあ、新しく来るよってなった時に、一番の目玉って、このアクセサリーなんですよね。課金じゃないと入手できないし、かなりね、凝ったものも、まあ、時々やばいものもあったりするんですけれども、まあ今回の内容はちょっとやばい分類になるかなっていうところですかね。オペレーターのまあ顔の装飾品なんですけれども、これはどうしてこうなってしまったのかな。ちょっと D さん満身なんじゃないですか。メサだから、本当にメサって人気なフレームだから、
アクセサリー適当でいいかみたいな感じでね、売れるだろうみたいな感じなんじゃないですか今回。それがすごく伝わってきますよ。しかもですね、まだありますよ、スガトラっていうね。ここさ、オペレーターの服は無理だったにしても、船のスキンやシャンダナか、シャンダナだな、シャンダナだったら、おっ、これいいなってなってたんだけど、スガトラはちょっと微妙なんじゃないですかね。近接につけるっつってもな、いやー、これでね、めちゃくちゃかっこいいとかになってたら、まだわかるんですけど。でね、多分頭がいい人だったら気づくと思うんですけれども、日が経つごとに、まあ、プライムアクセスがどんどん新しいものが追加されていくじゃないですか。そしたらですね、レリックめちゃくちゃひどいことになんないかと、レリックの数半端ないことになるぞというね、多分気づくと思うんですが、これ一番古いものからプライムボルト行き、つまり貯蔵庫行くと、そのレリックがですね、ゲーム内で入手できなくなるということなんですよね。今回の対象はバンシープライムの時に、ついてきた、プライムですね。このバンシー自体はまあそうでもないんだけど、一番貯蔵庫行ってほしくないセンチネルがちょっと行っちゃいましたよね、ヘリオスプライム。ちょっと惜しいところですかね。なんだかんだ言ってヘリオスって強いですから、弱点追加できるっていう火力バフ持ちですからね。しかも勝手にスキャンしてくれますし、とりあえずなんか新しいコンテンツ出たらヘリオス持っていけばいいかなみたいな楽ができますからね。ちょっと惜しい方がなくなってしまったのかな。でね、今最近見ていないんだけど、ユーフォナプライムどうなんでしょうかね。本当に最近使ってる人見ないですかね。やっぱリベンが浸透してからちょっとユーフォナ見なくなったかなっていう武器ですかね。あ、そっか、全体的な武器のバフの時かな。その時から本当に見なくなりましたかね。はい、まあ、バンシーはねそんなに見ないフレームなんですが、まあ、自力入手できなくなってしまいますよということですね。ただし、持っているレリックに関しては没収されたりしないので、まあ安心してください。その後もね、レリックさえあれば掘ることもできますので、まあ今のうちにね、レリック集めしといてくださいということですかね。でクローマなんですけれども、まあクローマプライムアクセスはね、まだね新しい方なので、まあ貯蔵庫もいかないですし、まあただねやっぱアクセサリーだね。クローマプライムの時のアクセスは本当に良かったですかね。シャンダナも良かったし、アーマーに至っては僕はもうずっと最近使ってますから、かなりかっこいいアーマーなのでね、正直ね、メサプライムアクセスのアクセサリーを買うのだったら、俺はクローマプライムアクセスのアクセサリー買うかなっていうところですかね。そっちの方がちょっとおすすめできるかなというところですかね。オペレーターっていやー違うんじゃないですか。まだ早いんじゃないですかオペレーターは。まあクローマ自体のね武器も強いですし、クローマ自体も強いので、特にねルビコとグラムはかなり強いですかね。ルビコに至ってはもう最近ずっと見るじゃないですか、みんな使ってるじゃないですか。かなりねおすすめできる一品なので、特にオープンワールド系のマップだったらね本当に強いので、まあおすすめなのかな。まあでも入手できるからね、自力入手できるから、まあそんなに焦ることはないのかなというところですかね。でちょっとね公式サイトの方見てたんですけれども、12月19日、これ PS4 と Xbox 版なんですが、まあ18日は多分 PC 版なんでしょうね。で Nintendo Switch 版の方はじゃあいつなのかっていうと、どうやら2019年の初頭と書かれておりましたね。まあ詳しい日付は書かれてなかったんですが、まあクローマプライムアクセスが発売された後に Nintendo Switch 版が配信されたので、その分短くなっちゃうから、多分そこでちょっと調整してきたのかなというところで、多分今後ともこの調整間空くんだろうね、そういう形でいくのかなと思います。でじゃあ皆さん気になるところですよ、メサプライムアクセスが今回来ます。はい、じゃあ、バンシープライムが消えます。じゃあその次のプライムアクセスの時何が消えるのかっていう話ですよね。やっぱりね今回何だったっけ、まあ、毎回やってるんですけれども、今回何だったっけ、待って、ちょっとフレーム見ないと分かんないな。バルキアは前回消えたやつでしょ、ゼファーはないでしょ、女性型フレーム、女性型フレーム、じゃあ次男のフレームだよ。
なんだっていうお話ですよね。アッシュもフロストも違うでしょ。ハイドロ、いやハイドロは俺が動画化したんだよ。そう、頑張って編集してやったの覚えてる。バリスティカプライムとかすげえ頑張ってた覚えがある。その前だよね、オベロンだこれ。うわめっちゃ懐かしいな、オベロンプライム。そう、僕が初めて動画を上げた時、 YouTube でね動画を上げた時に、まあ、オベロンプライムアクセスが発売してからちょっと過ぎぐらいに動画化したので、いやーこれですね、オベロンですね。もうそんなに時間経ったのか。まあこのシルバー&エイジスとシバリスプライムとオベロンプライムがまあ次消える予定ですかね。まあ、シバリスプライムの方はまあまあまあいいんだけども、まあ、このシルバー&エイジスはね当時めちゃくちゃ強かったんですよね。攻撃速度遅そうとかって言われてたんですけれども、まあ剣盾だからね、早いんですよね実際のところは。いやマジか、この DPS の鬼なんですよね結構。毎回自信持ってやってんだけどな。いやこれ調べずにね、やってるんですよ僕。毎回あれ何が消えたっけみたいな、記憶手探りみたいな感じでやってるんですけども。あーもうベロンか、早いっすね。まあといった感じで、任天堂スイッチ版の方はまだまだ時間がありますので、まあ焦らずにねゆっくりとレリックでも集めて、今のうちにね集めてまあ見てくださいというところでした。いやープライムアクセスのアクセサリーが今回ちょっとひどいですかね、ということで以上ヤソーでした。またね、バイバイ。